皆さんおはようございます。おはようございます。1月の6日日曜日で、今日は今から愛知東邦大学の夏祭りに参加をします。東邦学園さんが100周年の記念のイベントの一つとして、東邦大学女子サッカー部が夏祭りを開催するということで、いろんな屋台だったりとか体験型のイベントだったりとか、企業様のブースだったりとか、その中でフォトコンテストというのがあって、今日のグルメだったりとか、お祭りの様子をアップして、それがもし入賞されれば日清市のお土産だったりとか何か豪華景品が当たるということなので、今回ガチでそれを狙いに、僕は Vlog という形で挑戦しようと思います。では今から愛知東邦大学の日清グランドの方に歩いて向かいます。よろしくお願いします。さまざまな本番に出させていただいています。と自分はドラムメジャーとしてと指揮者をさせていただいています。今後も東邦マーチングバンドの演奏をぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、とても素晴らしい演奏と楽しいダンスでした。皆さんそれぞれ楽しんでいただきましたか？
ちょっと風がやばい、待って。何やるかっていうと、さっきちらっと見てた人もいるかもしれない、リフティングパフォーマンス、そして僕ジャグリングパフォーマンス、前代未聞のコラボやってみたいと思います。もうちょいかい、よし、いきます。はい、大きな拍手をお願いします。お願いします。ちょっとごめん。